どうもこんにちは、証券会社出身トレーダーの和樹です。今回のテーマは10万サンプルから FX で勝てない人の特徴が明らかにです。勝てない人は1回のトレードで許容する損失額の管理が曖昧なこと、そして勝率にこだわるあまり薄利で決済して損益比が悪いトレードを繰り返している特徴があります。まず1回のトレードで資金に対して許容する損失額が大きすぎると負けた場合に再起が難しくなります。それから勝率は重要ですが、薄利を重ねても損切りが遅れた1回のトレードで利益を大きく失っているケースが負けている人の特徴です。損切り幅よりも利幅をしっかりと伸ばす、これが勝ちトレードのパターンです。ここまで資金が減ったらその取引は手締まいしようと頭では分かっていてもなかなか切れるものではありません。僕も最初はそうでした。反転をして救われることを祈りますが、大体は流れに弾みがついてそのままロスカットされる。逆に利益が乗れば早々に薄利決済してしまう。これではトータルで勝てるわけがないですよね。10万サンプルのトレードを分析すると負けてる人のトレードに共通点が見えてきました。これは僕自身とても勉強になりました。勝てない人ができていない2つのこと、資金管理と損益比を伸ばすことについてこの動画で分かりやすくお伝えしていきます。ぜひご理解いただき、今日からあなたも勝ちトレーダーになってください。動画の最後には年間200万円から1000万円を FX で稼いでみたいという方に向けて人工知能を活用した投資システムの全容を公開しています。僕が5年で1億円達成したトレードロジックと人工知能のメリットを融合させた独自開発のシステムとなっていますので、興味のある方は動画の最後まで見ていってください。 FX で勝てていない人どのくらいいるのでしょうか。8割とも9割とも言われています。サンプルの取り方にもよるので真実は永遠にわからないと言えます。でも僕は1トレードを1サンプルとして熟成の協力も得て10万サンプルを検証にかけました。そこから勝てない人の特徴が見えてきたんです。僕の検証結果を裏付けるのに海外 FX 業者が発表しているデータにも同じことを伝えているデータがありますので、そちらを引用しますね。このグラフを見てください。左の軸はロスカットの回数です。この FX 業者さんに口座を持っておられる方のうち、勝っている方の上位100口座と下位100口座でロスカットの回数を比較したグラフです。負けている人は圧倒的にロスカットに合っています。これを避ける考え方を一緒に考えてみましょう。マネーマネジメントストラテジー for futures traders、 先物取引を念頭に書かれているものですが、レバレッジを活用したトレードに共通する考え方が書かれています。この本では破産という言葉が使われていますが、ロスカットと同じことです。結論は破産のリスクは勝率が高くなりにつれて低下する。その低下の大きさはリスクにさらす資本の割合に依存する。まず破産のリスクは勝率が高くなりにつれて低下する。これは分かりやすいと思います。ちなみに勝率とは利益を出した取引数プラストータルの取引数で求められます。1ピプスでも勝てば勝ちトレード1回として記録されますし、10ピプス負けても負けトレード1回、その利益や損失の大きさは計算に関係ありません。次にその低下の大きさはリスクにさらす資本の割合に依存する。ここですが、リスクにさらす資本の割合とは一度のトレードで資金に対してどれくらいの損失を許容するのかということ。例えば10万円の資金に対して1万円の損失を許容するのなら 10%、 この本の著者はそれが 2% かそれ以下であれば安全度が高いと言っています。ご存知の方もおられると思いますが、バルセラの破産確率表はこの本から来ています。ネットで検索してもいくつか出てきますが、注意点はこのリスクにさらす資本の割合が多くの表には抜けています。ここで紹介するのはその割合が 2% のものです。つまり10万円の資金に対して1回のトレードで2000円の損失を許容する場合の表です。表を見てみますと左上に 2% と書いてあります。それがリスクにさらす資本の割合を意味しています。そして横軸は勝率、縦軸は損益比です。損益比とは利益が出たトレードの平均利益プラス損失が出たトレードの平均損失で計算することができます。勝ちトレードの平均利益と負けトレードの平均損失が同額の場合、損益比は1、つまりこれが1を超えると勝ちトレードの平均利益が上回ります。1を下回ると負けトレードの平均損失が上回ります。例えば勝率が 50% とした場合、損益比が1を超えると利益が出て、1を下回ると損失が出ます。
注目してほしいのはリスクにさらす資本の割合 2% でも勝率が 65%、 損失と利益が2対1の場合、破産をする確率が 100% になってしまうというところです。つまり損益比の低い取引をしていては絶対に勝てないということです。このチャートはドル円の1時間足です。ここに示しているエントリー位置で売りで入れば、直近高値付近に損切り位置を置き、前回安値まで狙うとだいたい損益比1対3のトレードができます。時間足を落として5分足でもこういう形状は見つかると思います。勝てない人はリスクにさらす資本の割合が高すぎる、勝率重視で薄利決済、損益比が 1.0 を下回る取引で大きく負けているという特徴があります。まずトレードのたびにいくらまでの損失を許容するのかを決めましょう。 2% なら手堅いと言えますが、資金管理は人それぞれ、それが 10% でも 20% でも戦い方はありますが、比率が高くなればなるほど勝てない方向に向いていることは意識してください。それから損益比を重視して、損益と利益が1対1よりも利益を伸ばせるトレードシナリオが描けなければ、基本的にはエントリーしないことが勝てないトレーダーからの脱却の道です。もちろんポジポジ病の薄利決済は論外です。以上を意識して勝てないトレーダーから抜け出して、安定して FX で利益を上げてほしいと思います。人工知能を活用した FX 初心者でも毎月20万円以上のフロー収入を得る手法、ここまで見てくださった方には無料で公開しています。興味のある方は概要欄の下にある公式 LINE から登録して受け取ってください。証券会社で培ったノウハウを詰め込んだ人工知能搭載のシステムとなっており、 FX 初心者だった生徒300名以上も成果を上げております。さらにこれら特典もプレゼントします。5年で1億円達成を目指すロードマップ、初心者でも分かる FX の損切りのポイントとタイミング、 FX 税金と節税マニュアル、自動売買システムの絶対外しちゃいけない7つのポイント、いつまで公開するかわからないためお早めに登録をしておいてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメント欄へのアウトプットもお忘れなく。今日もお疲れ様でした。